マイナビニュースをご覧の新社会人の皆さん、こんにちは。初夏の岡西優奈と申します。今回皆さんに少しでもお役に立てるような本をご紹介したいと思い、2冊ご用意いたしました。はい、こちらです。サピエンス全史上巻と下巻です。でこの本もう知ってるよ、読んだことあるよっていう方たくさんいらっしゃると思います。というのも、これ今世界で1200万部売れてる大ベストセラーです。で私はこれ初めて読んだのは2018年なんですけれども、もうその時大衝撃を受けました。今まで信じてきたことが覆される、真実を知ってしまったっていう感覚で、いろんな価値観が変わりました。そういった本です。この本を書いたのはユバル・ノア・ハラリさんというイスラエルの歴史学者の方なんですけれども、この本の中で書かれていることをざっとお話ししますと、私たち人間ホモ・サピエンスという種族はチンパンジーから進化を遂げてきて、進化といいますか、進化ではなく私たちのような人種、ネアンデールタール人とかホモ・エレクトゥスとか他の人種を私たちは倒して上り詰めて、今この現代、この生態系の頂点に君臨しているっていうことなんですね。そしてさまざまな、大きく分けると3つ革命を起こして、今私たち現代生きているわけなんです。思いっきりざっと話したので、細かい内容は、いろんな YouTuber の方とかがすごいわかりやすく説明している、動画もあるので、それをご覧いただくのもおすすめですし、もう私としてはもうぜひリアルにこれを読んで、もうこの世界に入った感覚で、楽しんでいただければなというふうに思っております。で、一番興味を持ったことというのが、一番最後に書かれています。でそれというのは、今私たち現代でこの生態系の頂点に君臨して、食べたいものを食べたい時に食べたいとか、買いたいものを買いたい時に買ったりとか、遠くにいる人とビデオで電話しながら、顔を見ながらお話しすることができたりとか、そういう社会で、不自由のない生活をほとんどの人が送れている状態の中で、果たしてあなたたちは今幸せですかっていうことを投げかけてくるんですよ。でなんかその時にふとすごく考えさせられました。幸せっていうことを考えた時に、私たちは豊かで便利な生活を送っているから幸せかもしれない。でもじゃあ環境は破壊されている、海も汚染されている、動物たちは森の奥底に追いやられたり、ほとんどの動物が家畜化されている、幸せなのかなってことをなんか考えた時に、それも含めて私たちは幸せなのだろうかっていう、幸せの定義をすごく考えさせられました。そして今こういう状況の中で、お家の中にいなきゃいけないっていうことも含めて、私たちってこの世界で幸せに暮らすことってなんだろうっていうことを、本当に深く深く今だからこそより考えさせられるなっていうふうに思って、またちょっと読み返してみたんですけども、やっぱりすごく、素晴らしい内容です。なのでぜひ新社会人の皆さん、これから悩んだりとか苦しかったりっていうこともたくさん出てくると思うんですけれども、そういった時に私もちょうど22歳ぐらいの時ですかね、すごく悩んだ時期があって、この先どういう風に生きていったらいいんだろうなんていう風に考えた時あったんですけれども、自分にとっての幸せってなんだろうって考えると、一度原点に戻れるというか、自分自身が本当にやりたいこと、自分にとっての幸せってなんだろうってことを考えると、何か芯の通った自分の本当にやりたいことっていうものを前に進めることができるなと思って、幸せの定義を常に考えていくっていうことの大切さを、その時考えてたな、その時に幸せの定義に助けられてたなってことを、少し思い出しました。もちろんその後やっぱり苦しいな、悩んだりするなってことたくさんあるんですけれども、やっぱりそういう時にふと、やっぱり幸せってなんだろうってことを考えさせられることっていうのは、自分にとってのちょっとお薬みたいなもので助けてくれるものなのかなっていうふうに思います。でも今でもやっぱりこういう風に読んで幸せってなんだろうってもう考えるんですよね。一生考えるんだろうなと思うんですけれども、それでもやっぱり自分を自分のあるべきところに戻してくれるものなのかなっていうので、ぜひ今だからこそよりおすすめしたいこの「サピエンス全史」です。この先未来はどうなってしまうんだろうっていうふうに不安を抱えていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、それでも未来を作っていくのは私たちです。大きな夢、これから叶えていくのは皆さんです。私もその一員でありたいというふうに思っていますが、みんなで心を一つにして支え合いながら生きていきたいなというふうに思っております。いい未来をみんなで作りましょう。ありがとうございました。